はい、どうもです。おはようです。メジです。おはようございます。どうもサバトランジスタです。はい、今回ですけどもネクステのカンコレ以来の撮影で観光クルクションお疲れ様でしたと。お疲れ様でした。いう感じなんですけど、今日はみんなにも何も言ってなくてどんな撮影するか、今からとある場所に向かいます。とある場所、マジで緊急やけどすごい発表があります。とりあえず発表があります。これだけちょっとヒント。それはとある場所と関係する？いや関係はないですけど、そこの場所に行って一つのまず映像を見てもらってから。何からっていう感じで。それ着いた場所に行ったら読めますか？どんなことが起こるか。いや絶対読めへんな。まあ、マジで分からんと思う。そう、映像見てもワンチャン分からんかもしれない。映像見てもどうなるか分からん。ちょっととりあえずこれはほんまに超緊急動画で、緊急なんだしかも。こんなことをやろうと思ってなかった。思ってなかった。俺は思ってなかった。楽しみ。マジで予定になかった。これはネクストの歴史になかった俺の。そういうことか。ネクスト歴史年表を俺未来予想でまた来たけど、その中には全くなかったものがいきなり入ってきたって感じ。それはいいことなんで。まあ分かんないですよ。それは。いや分かんない。悪いことが。それは分かんない。超イレギュラー。超イレギュラー。イレギュラー。これ佐々木さんの前差しとってどうす、佐々木さん的に聞いた時に。いやなんか本当にさっき言ってたみたいに、だいたいネクステの出来事ってヒカルくんが作り上げていくじゃないですか。でそれを実践していくじゃないですか。ヒカルくんも想定してないので横にバーン入ってくる。これはマジでやばそうって。誰も予測で、俺も分からなかったし、急に来たみたいな感じですよ。急に来た。いや正直考えると俺も未だに信じれてない。いやそういう出来事、いやマジで多分今日過ごしても信じれへんと思う。みんな視聴者も信じれへんと思う。そんなに。全然わかんない。じゃあ向かいます。はい、では今から向かうんですけど、はい、今思えば関数コレクションの時にチラッと言ったわ。それは詳しいことは言ってないんじゃないですか。ネクストメンバーが9人になる。ああ、そうだってことは新メンバー。新メンバーでもさ、それで言ったらさ、新メンバーが入るじゃん、そんな盛り上がる。誰が入るのかね。想像できない。ミッキーだって相当すごいよ。こんだけ言うってことはよほどの人じゃないと。いや確かに、さすがにね。言ってましたもんね、これからメンバー入れる人はすごい人入れるみたいな。すごいからこそさっき言ったように CM よりもインパクトがあるっていうのは、まあ、ある種俺からしたらそういうことなんですよ。なるほど。誰まあいろいろちょっと想像してもらいながら。知ってるんですよね。知ってます。全員知ってるんですか。でも佐々木さんと前さんもそれぐらい言うってことは普通の人ではないよな。そう、まあ明らかにもちろん全員が知ってる。およそ入るとは思えないっていうのがまず1個ね。絶対に入らなそうな人っていうのがまず1個、まあ、入らなそう。だってそこまでインパクトないでしょ、入りそうな人だったら。まあ確かに、確かに、この人入ってもまあそうかみたいな人だったら何にもインパクトないじゃないですか。入らなそうな人が入ってトークみんなできるのかってやつ。こうやってみんなでぎゅうぎゅう詰めのアルファード乗れるのかって話よ。確かに。マジで。だからそういう意味で正解かどうか分かんないんですよ。ああなるほどね。簡単に言うとプラスかどうか分かんないっていうのはそういうことか。はい、アルファード乗れなくなりますもんね、誰か。ああ確かに。そこもだからいろいろ考えてるんですけど、それとか考えてもやっぱ面白いことってことだよね。これは絶対ありだなって思っちゃいましたね。ヒカルがそう言うならね。ちなみにそのヒカルさんから言ったんですか、その話は。いやこれは相手から来た。自分が行きたいですみたいな。相手から入りたいですと。もう明確な意思を持って入りたいですと言われて。入りたいです。正直だから俺らも驚いた。全員。そういうことか。そんなことあるのかっていう展開。その入りたいってさ、食事の席とかでふざけて行ったんじゃなくて。あ、結構ガチで。ガチで入りたい。だから言ったらネクステって1週間に1回ほぼほぼ半日抑えないといけない。もう1日仕事になる。そういうのも分かった上で、それでもなお入りたいんだっていう。だから視聴者の人も一体誰が新メンバーなのか。で、確かに。それでは全く何でもないから、ほんまに入ります。ほんまに入って、その後どうなるか分からない。でも一応俺言ってるのは、クビになる可能性あると。その人が合わなかったらクビになると。あ、でもクビにできるんだ、ヒカルはもう。普通だとしないですけどね。あそんなレベルではないですよ。でもまあネクステ全体を生かすのが一番大事なんで、うん、正直でもね、俺もね分かんないんですよ、どうなんのか。これに関しては分かんないんですけど、合わなかった合わなかったで、まあまあね、一瞬面白いからいいかなっていう感覚もあるから、もうかけないんですよね。試さずにっていうのは嫌なんですよね。確かに。もしこれ噛み合ったらエグいなと思うんですよ。超楽しみだ。超楽しみ。マジ楽しみ。転校生のワクワクだよね。確かに。転校生が先生がこれすごいやつ来るぞってハードル上げてるパターン。だってもう最初だって仮面みたいな感じで入ったから。そう。今もうちょっともう正式メンバーみたいな感じや。どうなんこの変化。いや。入ってから展開がありすぎて。まあそうだね。いきなり CM 撮影とか。あ、そっか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 。
いろいろ展開あるところに来ちゃったから楽しいですね。めちゃくちゃ刺激しかないから、私刺激しかない、はいはい、これはでも新しく何か起こります。じゃあ行きましょうか。はい、はい、というわけでちょっとちっさめの映画館、いやすごいすごいやってきました、うん、そんな用意するかっていう、はい、確かにこういうとこあるんだ、ね、でこの前にね画面があって、ここで今からちょっとね本当にもう短いんですけど1分間ぐらいのちょっと映像を見てもらって、1分か、まあ、本当にもう簡単に作ったやつなんで、これ盛り上げるためにこれを編集者の方が作ってくれて、なんかネタバレありそうで怖いな。あったけど、なんかやらかしそうなんだよね。もうちょっとやらかしそうなんだよ。さんって絶対やらかすんだよ。これ俺見ちゃったらもう最悪だから目つぶっとこって。一旦目つぶってもらって。いきますか。懐かしい。16年なんだ。そうか、5年なんだ。そんなに実はね。うわ、懐かしい。ネクステそのサズンだ。わあ、なるほどね。なるほどね。はあ。わあ、出た。懐かしい。もう痩せたメイチ。懐かしい。懐かしい。マジで懐かしい。ああ、出た。すごい。あ、来た。でもこれでさ懐かしい。懐かしい、確かに。あ、出る、出る。あ、そうですね。うんうんうん。まあまあ。まあまあまあ、はい、というわけで、はい、ああなるほどね。これ見てもらったらもう分かるんじゃないですかね。えじゃあちょっと新メンバー登場。もう来るんですか。マジでお願いします。え、はい、どうも。はい、どうも。お願いします。はい、どうもー。はい、どうも。こんな感じで仕上がってますけど。マジで予想してました。マジで。ガチでこれはネタではなくドッキリではなく、ガチガチでラファさんがネクストステージに再加入です。勘違いしてると思うんですけど、そっちが後輩なんで。マジっすか。いやさっきムービーでね最初映ったでしょ、あれのメンバーがもう一回加入という、やば。普通じゃ考えられない展開で、これはラファさんの方からお願いされたんですね。実はそうなんですよ。それはまだ動画があるんですよね、まあ、動画撮ってます。それはそれは後日上がります。それは実はあの結構真剣にお願いして、僕の方からまあいろいろ考えがあって、またちょっと一緒にみたいなこと言ったのがあったんですよね。結構のヤバさでしょ。いや、ヤバすぎる。確かにヤバさん知ってれば知ってるほどラファさんはありえないと分かる。コースをめちゃくちゃ気にするタイプで、この人間がネクスタ減るって相当効率悪いっすね。いや、そうそう。いろいろ考えていろいろ話したのがまたあるんでね。今でも言わない方がいいですもんね、これもドッキリに思うでしょ。分かった、それでもこれ嘘なんじゃないかって思うでしょ。同じ感覚ですよね。いやー俺ですら分かんないっていう。でもまあ初期面ですから。2016年ですか。僕ら5年前出会った時に結成したんで、こっからまあね解散して。さっきのムービー僕も見ましたけど、久しぶりにあのヒカルさんの謝罪動画の時の顔。ラボさん的にはネクスト戻ってこれるっていうのは嬉しいんですか。まあそうですね。仲間意識はやっぱあるって感じですか。やりたいことの中の一つなんですよね。グループもそうやし、ヒカルさんとかと絡むっていう。この前やっぱコラボさせてもらって、禁断のイッくんが卒業したじゃないですか、うん、はいはいはい、どう思いますとか、どうでもいいとか。だから俺らもう今は入ったからいいけど、多分本当はどうでもいい。イッくんはまあまあどうでもいいじゃないですか。そんなことないでしょ。ラファさんとだけはあったことあるんですよ。これだってテレビの収録で、アベマですよ。僕がドッキリするっていう1000万円を僕らとも山本さんが盗んで、盗めた人強要されて盗むみたいな。でもまあ見た感じおだけテンション上がってないです。いつもこんな感じじゃん。嬉しい、めっちゃ嬉しい。嬉しい。雰囲気がすごいなんかつくかなって。
関西コレクション歩く時とかもガオハさんがついているんですよ。えぇ、ー、旅行みたいな大阪旅行にも参加するんですよ。絶対口言いますよ。やっぱね、あの30時間の動画この間の、ね、あれはね、クリエイターが刺さるよね。あれを見て、あの次の日ぐらいにね言われてな、俺冗談っぽく思ったもんな。俺も冗談と思ったけど、ほんまやってそれが。最初あの前さんとね、家から引かれていく道中の道のりで、前さんちっちゃい背中見ながら、前さんちょっといいっつって俺、店入るわ。ほんまそうっすよ。もう前さん目の目ちっちゃいですね。俺ネクスト入るからみたいな会話っすよね。もうそうそうそう。入るからな。入りたいじゃない。そうそう、確定なんですよ。視聴者の人も多分信じれないと思うんですけど、まあ、今後の動画見て判断してください。ただあのもちろん噛み合わなかった場合ラフさんクビになるんで。全然全然誰どれも合うんだよ。ヒコロさんだけ押さえたらいい。ここにめっちゃ気になる。ヒコロさんだけずっとやって、多分ね佐々木さんが悪いと思うんですよあれ。こんなやつ仲良くなんないの。確かに。いじめますよ。明治新メンバー入るんだったらいじれる人がいいって言ったけど大丈夫そう。まあ、いじれますよ。明治、明治一回さ、一回蹴ってみて。構成的には僕がその序列ってないと思うんですけど、メンバーみたいなですけども、見た目的には一番下っ端みたいになるわけじゃないですか。あとカニューのから、そこはなんかもう変わらずなんか接してもらえた方がいいかもしれない。明治ここ大事やん。ここで序列決まるから。ケツね、いきます。うわぁ、結構いったぞ今。マジか。あの笑いとか分からない、あんま分かんないですね。メニューさんの前で誰が掴んだ、 OK、 誰が掴んだ。動画の前もね、もう欲しいからもう絡むやめるわ。ちょっと危ない絡む。佐々木さんも一応聞いてみます。いやいやいや、もうそんなのだってもう一番痛い。でも佐々木さん走りに感銘を受けたって言ってましたよね。ああ、そうか。ラオさん最近インスタのストーリーでなんか走ってるの出しましたよね。朝走るのが趣味になっちゃって、あれ見てなんかもう運動しよう、走ろうみたいな。ラオさんの YouTube に熱が今また増えたっていう。なんかね、それ僕の方でも、まあ、後日そういう動画で言ってるんですけど、タレントみたいな感じで、まあ、撮影今からします、はい、あここなんですね、全部用意されて、はい、来ましたって、今からカメラ回りますって喋るじゃないですか、はい、そんな感じじゃないですか、メンバーも、はい、ですけど、どっちかっていうと阿久津さんみたいなこともやりたいんですよ。手配みたいな、手配というかその関わり方というか、なんかそこまでやってなんかこうひっつけたらどうなるのかなっていうのをずっとやりたくて、裏方としての能力も高いじゃないですか。そうなんですよ、だからやばいです、はい、分かんないですよ、これ未知数でここ入れるしかないなっていう。ミッキーめっちゃびっくりしただろう。いやマジでビビると思うんですよ。この動画交換から前さんグループ案入れてよ。ミッキーさんが本来ならまだいらっしゃいますもんね。今すぐここにいます。合計で裏方含む9人です。だからもうこっから先ラホさんクラスじゃ入れないんだよ。バケモン級予想入るとか完全に。ラホさんの話だけど、トータルのチャンネル登録者数グループナンバーワンになると思う。いや確かに間違いない。でミキオだとラファエルチャンネル、ヒカルチャンネル、ヒトロ劇全部出される。確かに確かに。メインとかサブとか全部差し出したら、そうそうそう、本当に総合みたいなと言い出したら、総合できたらなんか恐ろしい登録者になるんですよ。その数え方しないよ。確かに。ないじゃないですか。いやその数え方してたよ、ヒカキンとかも。外ではいいんですけど、ここではヒカキンさんって呼んでください。ここではネクステなんで全員が言ってるみたいになっちゃうんで、ブランプになるでしょ。ネクステって最近やっぱちょっと女受けが強くなってきてた。ダバさん入ったことって男からも見られるわけですよ。確かに男の憧れだもんね。そこもなんかいろんな風が吹くのかなって。まあ、それ分かんないです、どうなるか。4チャンネル戻した。そうだよ、それもそれなりの規模のチャンネルですから。いや確かに。そこでだってミキオだとラファエルが、ラファさんがまあ、さんつけんのよ。それがありえないじゃん、ここは。まず一緒のチームっていうのはありえないです。で一応これ賞金レースは、まあ、ラファさん賞金レース必要ないと。だから基本大食いとかは MC になってくるんです。ああなるほど、取れないんで。まあ確かに。だから基本的に出れるとは出るけど、出ないとはもう出ないで MC ポジションも生まれたっていう。ああそういうことなんで、まあ対決的には3、4になっちゃう。そうそう、しかもお金は必要ないから。いや新しいな、そういうタイプもいるんだ。なんなら運転しすぎのアルファードも出すみたいな。今日もいますから、ガロン。楽しみ、これから。あ、楽しみ。楽しみ。当面これで今走っていくと。で、大型企画も本当にちゃんと2、3日空けてもらって、2、3日空けてもらって、参加してもらうと。ラファさん、やっぱ大型企画が強いよね。耐久とか。だから、泥酔旅行とかしたら、小田急も多分酒強いし、ラファさんも強いから、俺と相馬さんのあれが、覆る数あるんですよ。確かに確かに。本当最終、小田急とラファさんが飲みやってるって。マジで謎なんですよ、ほんとどうなるか想像つかないね。もうワクワクが僕もすごくて、これはビビったり、さすがに。いやビビるわ。いやどう名人。いやなんかホッとしました。さっき蹴ったから許せん。絡んだことない YouTuber よりかは、まあ確かに。なるほど。まだその話しやすいじゃないですか。制限付きしたもん。
あれでも今度ネクステの顧問に柴田さんが来るって、その時はどうなるんですか？可能性あります。だからラブさんとコラボする。さん絡みたくないな。まあネクステなんでしょうがないですよ。可能性は絡みたくないな。柴田さんでこれ知ってないから、これ多分誰もそうできるの。確かに確かに。カンコレ一緒に歩く未来が想像ができない。まあ、出るとき別で出てますもんね。そうそうそう。ラモさんこの服以外の服作ってたの。リザード着れるか。リザードもそれ作ればいいんじゃないですか。ああ。それがなんかワンポイントでなんか知るだけでもいいですよ。ラモ、ね、さんこのスタイルで現れた時のインパクトすごいんです。だからネクスト威圧感は跳ね上がる。いや間違いない。全員揃うときも威圧感いる。らしいもんね。ちょっとだけ知るやつ違うもん。一応仮メンバーとして東京にはカンタで大阪には花尾。花尾は言ってたけど、カンタ一言も言ってない。関係ないです、関係ないです。全然、最初仮面ですけど、ね、それ、一回集まるのも欲しいけど、一回ね、仮面で集めて。あと、やっぱ南にも欲しいしね。あ、確かに。沖縄とか、東西南北、サブ面。全部押さえておけばね。確かに。それも面白いですね。それは面白いです。いるっていうのも。まあ、それでラホさんに北海道行ってもらうこともある。俺がもう北海道つく。ちょっときついっすね。沖縄より北海道はまだいいけど。もう面白いな、確実に面白くなるもんね。いやそうっす。だから、まあ、本当に喋りのエースが一人増えたみたいな感じではあるんですけど、チーム負けて動画撮る時とかもラオさんがいるだけでまた別になったりするんで、戦力的には大幅アップから、ただこれが噛み合うかどうかっていうのは分かんないっていう世界観なんです。ラオさん年齢公開してましたっけ？してないんですよ。あれ相馬さん何歳でしたっけ？僕31です。前さん、須田さん、相馬さん同級生です。そうなんですか。そうです、はい、今日皆さん朝のニュースで痴漢上司犯かなったみたいな。へー、過去こんな感じの同じ格好ですよ。なんかアップクドクで見てたわ。で、朝捕まってたし、この格好で違いしてました。小田家が今20歳です。で、ロケマサが今22です。20と22の人と話す機会あります？ずっと絡んでる。そうそう、それも延長の時から歯が一緒にいた。そうそう、こんな絆があるのか。そうそう、安心感あるよね、サポタいたら。あとなんか防寒とか来てる時も絶対全然大丈夫。確かに戦闘力、そうなんだけど、佐々木さんと同じぐらいだから、強さとかその人はまた強いですよ。いや、割っちゃいますよ。普通にガタイが違う。でも岩みたいなね。日本なんて骨格じゃないから。俺ラハさんの素顔さ、そんなまとめ見たことないから、今ねちょっとカーフの人とかあるなと思う。でかすぎないですか？一番理想的な体型ですよね。どう考えると大食いもめっちゃすごいんじゃないですか？あ、僕結構食うは食うっすね。やろうと思ってできるんですけど、まあ、今日参加しないって。だから大食いの時に喋れる人がいるってでかい。あー、でかいっすね。曲穴みたいな感じのポジションで。これでも結構ちょっと衝撃でしょ。いや衝撃、想像つかない。今後のネクステが楽しみですね。僕もこの後もね、だからラフさん引き続き撮影一緒に。え、はい、この後何マジでも。やっぱその歓迎会。あー、ラフさんおなじみのね、飯食いながら。いいっすね。おだけ歓迎会も何回してなかった。あー、確かに。この二人ね、ちょっとね、仲良くしないとやっぱ。でも一緒だったら結局仲良くなるんですよ。なんか疑問なんですけど、ここはプライベートで遊ぶんですか？プライベート遊ばない。だって忙しいんでみんな。これがプライベート。間違いないです。プライベートで YouTube ただただ回してるのがネクステムっていう。だからネクステは本当ね、休暇だと思ってもらっていいんですよ。確かにラフさん忙しそうなんで、そういうの気にしないでやるっていうのは大事ですね。こっちはこっちはチャンネル維持しながら。ラファさんのチャンネルを一切撮らないっていうので入る。マジっすか？そうっすね。それぐらいまでのどうしたんですか、ラファさん。だから、これよく分かる。いや、俺撮るんかと思ってました。いやいやいや、ラファさんそれ目当てだと思ってもでしょ。マネージャーとか同行なしでラファさん一人で来る。え、普通に今日休んでますね。単体で動くって言ってる。しかもそれも週1回抑えてもいいって言ってる。だから休みは減らせる人もいる、このために。そうですね、週3日なんて僕もともとそれ1日ぐらい入ってもいいじゃないですか。だから何かすごい心変わりがあって、本当よく分かんない展開が起きた。配信ですよ。フリーザの味方だったみたいな。本当の感じがする。マジで僕と組んでるみたいな。確かに。カイドでしょ。確かにフロントガラスは自傷行為してたもん。そうですね、オナニーしました。フロントガラスオナニーしました。気持ちいいですよね。気持ちいいな。もう3回やっちゃった、今は清水で。その辺も一応迷惑かけないようにしますよ。炎上ごととかもいろいろあるし、ちょっと離れすぎてるじゃないですか、やってることは。あとちょっとこれもうほんまに副作用のラファさんの、これこれさんがちょっと攻撃しづらくなったり。ああ。そうそう、その発想なかった。つけるいやいや、だから本当にちょっとネクステッドと違ったら闇の組織、昔からね、ちょっと光に近づいて、待って闇に戻る。いや、確かに。だいぶ闇になった。闇に戻りました。それ闇抜きしてたのに。闇イメージっすね、確かに。俺とラフさんもそれとそういうイメージ持たれますから、ね。完全に。俺ら闇の古文感すごいもんね。これから俺らも闇になんなくちゃいけないみたいな。
思いっきりなんかクリーンないいことをしていくのもありですよね。いやそうでも基本的にはそうっすよ。トナルドマクドナルドハウスとかも、うん、そういうのもやったりとかボランティア活動したりとか全員で募金とかね、はい、ママさんボランティア活動とかねすごい良さそう。海外の地雷とか、うん撤去するとか名人と一緒に担当名人会が担当で名人と一緒に目の地雷蹴ってもらってそういうのとかあるんですよ。そんなことやりながらいいことするんだよ。絶対闇だこれ。名人とラボさんの海外チームで地雷蹴って言ってもらう。まだ意義あることだよね。意義はちゃんと迎えてくるとき足ないですけどねいろいろだから本当に幅が広がるからと。だからネクストのイラスト描いてくれる人もラファさん加えたバージョン一回ちょっとまた確かにいろいろ描いてもらって今後ミッキー描いてきたら9人揃うんで やばいなその9人で9人揃ったらオープニングムービーもう一回撮り直します。あ全員バージョン取り直します。小田家も今いないんで、あのムービー。あ、そうだそうだ。シルエット確かに抜群ね。やっぱでかい人いなかったから立ち位置だけ悩んでます。どう立ち位置に構成しようかなと。ラモさん端が似合う。端が似合う。そうなんですね。右端左端の方が多分そうバランス的に多分綺麗なんですよ。そのでかいからだからラモさんと対になる端の人誰にしようかなと。確かに一応こうそう反対は俺いや多分俺の両サイドにミキヨだよと思う、はいはい、でその両サイドにロケマスの名人その両サイドに笹上さんと前田さん入って、はいはいはい、一番最後に相馬さんとラハさんかなっていう、まあ、一番かっこいいかなってそれがイメージ的にはます、ね、でそのさらに外側にガロンもガロン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 なんでガロンまでいるの。確かにガロン見たことないけど見たいな。でかくない。やばいっすよ。ガロンやばい。190センチぐらいででかこれでかそうですね、120キロ120キロ。ボディーガードでもあるんですか。夜だけの運転手です。飲みに行くときに夜の昼は吹いてマネージャーと2人いるんで僕ね、結構ね、多いんですよ。マネージャー2人いて、もう一人が加入するんで、それともう一人、僕マッサージだけするに全部来るんで女性ですか。まあ、男性触られる分なんで4人、常に5人で行動するんで夜だけガロンかすごいガロンってやばいガロンってもう見せてるやつアメリカの測り方ねそうそうそうガロンしかないから見てーガロンというわけでね、これ釣りでもなくドッキリでもなく本当にガチでラファさん今後ネクストの動画に参戦するのでマジでやばいでこれガチですよやばいんだ今後ね4つのチャンネルなんですよ我が家の方にラファさんのチャンネルが届くもういい加減振り張ってへんかもあかんで確かにちょっとそれ言いに行ったとこもあるしなもうネクタ入るわっていうのもあるよ効果がないからねそうそうあなるほどなるほどちょっと貼っといてしまう分かりました本当貼っときますよ信じてないし信じてないさすがにもうメンバーさすがに本当に貼ってたララ、ララインスタもツイッターも貼っときますうわ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 プレゼント企画でフォロワー増やしてインスタ貼っとったれば金目当てのフォロワーそうか、そんなん全部出したらすごいですもんね皆さんもインスタもやってるやばいやばいそういうチームなアクセスはどう思いますでもこれね実は今笹上さんと前田さん抜いたらネクステの正規メンバーって7人になるんですよ、はいはい、俺初代ネクステの人数一緒なんですよ初代ネクステで禁断坊主4人ピンキーラバさん、うん、俺なんて7人だったあそうかだから初代の人数にならんなんですよいやちょっと俺ら禁断坊主みたいになってたじゃないですかいくんかめっちゃぽいわそしたらあれだミッキーが来るって本来はミッキーがピンキーあ、そうかピンキーさんもいらっしゃいましたねカツちゃんも一瞬まあ確かに確かにアクツさんがいるんですあブラ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 カツさんの代わりね今年一番リアクション取られましたカツちゃん、アクツさんミキの音やるぞ音や懐かしい動く時もずっとこのメンバーなんですよねそうそうそうアクスさんも入れてってことですねそうそうそうもう車2台になるそうそうそうミッキーがいたら2台になりますうんだからワンちゃん考えてるのはもうロケバスかなんか毎回手配しようかなとか考えてるんですおーいいっすねそしたらもうそこだけトークもできるもんねそうなんですよそっちで行こうかなとか思ってます全員一緒の方がいいじゃないですか確かによろしくお願いしますお願いしますはいじゃあ今回はねこれ終わりたいと思いますありがとうございましたお願いしますありがとうございました
やばかったでしょ、ちょっとこれ。やばい。やばいな。本当にマジで未だにドッキリだと思うわ。そうなるっすよね。いや、そうです。俺もそう思ってるんで。でも違うのか、その感じだと。でもどこだけ。いや、どういう距離感で話せばいいのか。仲良くしてくださいよ。全然全然。ちょっと一回おんぶしてもらっていいの一回。ちょっと背中って。おんぶはしんどいって。背中ってめっちゃやっぱ熱くないから。おんぶはしんどいって。匂うと。おんぶです。おんぶはもうしんどい。おや。ああいい。おだけ首とか締めちゃダメだよ。だけ本当にしっかり捕まってなくちゃいけない。うざな、こんなチャンネルがここ。こんなもう今デートですよ、ほんまに。こんなチャンネルなんですよ。全然クリーンちゃうやん。いろんなもの持ちますよ。どこ走ってんのずっと自分だ。全然クリーン走ってんの。で、よろしくお願いします本当に。お願いします。じゃあ、行きましょう歓迎会。やったー、行きましょう。